宾都已经抵达现场了，请大家赶快入座哦。皆様、1分もしないうちに今夜の歓迎晩宴会を開催いたします。どうぞご着席の上、安倍昭恵様をお迎えください。皆さん、こんばんは。各位现场的嘉宾，我是廖小军，大家晚安。本日司会日本語の部分を務めさせていただきます、wow、福原です。好，那大家请入座好吗？看起来大家都遇到了好久不见的朋友，我们大家赶快入座。我们今天音乐会即将要开始喽。はい、非常に良い雰囲気ですが、どうぞご着席ください。よろしくお願いします。是。大家都知道好快的时间已经一年了，安倍昭惠女士她已经抵达现场了，那我们留一个通道让她可以进场跟大家致意好吗？好，我们大家赶快入座，给你30秒时间赶快入座好吗？30秒。はい、30秒と言いましたがあと25秒です。はい、真ん中の通路は開けてください。これから安倍昭恵様をお迎えいたします。好，摄影机准备，我们首先以热烈掌声欢迎安倍昭惠女士进场，我们热烈掌声欢迎她。安倍昭恵様ご入場です。どうぞ拍手でお迎えください。皆様どうぞご起立の上拍手でお迎えください。はい、安倍昭恵様です。ようこそ。这位台湾长期的友人安倍昭惠女士，今天带着满满的感恩的心情来到台湾，要跟大家说阿里阿多奥塞马斯，我真的很感谢你们。ようこそ台湾にいらっしゃいました。在我们夫人的背后是吴建立会长，这一次的服饰大饭店提供我们全员的资源跟协助。掌声也谢谢吴会长提供这么好的场地给我们，谢谢吴建立会长，谢谢吴会长。吴建立会长もこの会場を提供していただきました。ご一緒に入場されております。请就坐，请就坐。哇哦，今天的音乐会真的是非常非常的热闹。这一场中日友好之会，安倍昭惠夫人的欢迎晚会，说真的，时间好快，一年的时间。安倍是台湾长期的友人，安倍在生前不仅是关心台湾，更是跟台湾长期友好的关系。我们也知道他的印太战略，他倡议印太战略所提出台湾有事，日本有事。以现在国际局势看来，安倍是一个高瞻远瞩、有远见、有视野的国际政治领袖。而今天晚上安倍夫人带来她的祝福跟感谢，因为台湾从7月15号到8月13号，我们举办的南北两地的安倍影像展，台南是在云非凡美术馆，台北的展出就在这个地方富士大饭店的一楼。相信现场所有的嘉宾，你们进来参加今天晚会同时，在一楼已经看到了有安倍影像展。一个月的时间，大家要充分把握哦。はい、本日はこの会場500名の皆様で埋まっております。お気づきかと思いますけれども、中国語は来シャオジュンさんで、日本語を私福原が務めさせていただきます。安倍昭恵様にはニュースで毎日拝見しておりまして、もう本当に北から南、台湾の各地でご活躍でお疲れなことかと思いますけれども、本日もよろしくお付き合いをお願いいたします。まあ、写真展がですね、記念安倍元首相の写真展が台南で現在開かれておりまして、8月13日まで開催です。また同時に台北でもこのホテル1階で開催しておりますので、まだ足を運ばれていないお客様、ぜひ
ご覧になっていただきたいかと思います。刚刚一紧张我把我练好了一句日文话都忘了讲了。こんばんは。お姉さん、 OK ですか？はい、よく頑張りました。一晩勉強をしておりましたけれども、グレイスさんとおっしゃいますね。英語ではリアオシャオジュンですね。リアオシュン、给一点掌声好不好？彼女は、この美しい彼女は有名な、テレビアナウンサーでございまして、台湾の方は皆さんご存知かと思いますけれども、日本のお客様にちょっとだけご紹介させていただきます。各テレビ局で、非常に看板アナウンサーとして、勤めておりまして、また最近は、YouTube でですね、独自のチャンネルもお持ちで、どん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 人気が上がっておりますので、これからの活躍も大変期待されるアナウンサーでございます。我今天不是主角，他花了太多篇幅了。不过可以得到 Coach 长这样的肯定，真的是我一生极大的一个光荣。我主持无数场的一个晚会，我第一次跟企业家共同合作。Coach 长是非常优秀的 IT 企业家，他在台湾长期待了16年的时间。他爱台湾，我们也爱他。我们是不是给他掌声？谢谢 Coach 长今天为我们担纲来主持。今天的音乐会非常的精彩。我们首先要邀请第一位。第一组来宾来登场。では一組目のご紹介、アーティストをご紹介いたします。テナー歌手を、務めますは劉立仁様。彼は現職の泌尿器科のお医者様でもあります。また、ピアノ演奏は、国立芸術音楽大学の博士であります陳小慶様、このお二人に演奏を3曲、やっていただきたいと思います。的确刘立仁医师不仅是艺术高超，他的歌声听来令人陶醉。今天为他伴奏的这位女士更是大有来头，是国立台北艺术大学钢琴弹奏博士陈昭慧女士。我们是不是以热烈掌声来欢迎他们今天的演出，带来三首曲子？はい、それでは1曲目がですね、安倍元首相が台湾を応援するその感謝の気持ちを込めて。You raise me up。这首歌非常特别，要告诉大家，安倍在生前鼓励的台湾人民，即使在身后人在天上，他也不断的鼓舞台湾人，护卫着我们，带来精彩的演出，掌声欢迎他们。
I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be.
私のお墓の前で泣かないでください。そこに私はいません。眠ってなんかいません。千の風に千の風になって、あの大きな空を吹き渡っています。私のお墓の前で泣かないでください。そこに私はいません。死んでなんかいません。千の風谢谢刘医师还有陈博士。看着刘医师丰富的表情还有肢体语言，浑厚磁性的嗓音，真的是人生的一大享受。お二人のドクターによる素晴らしい歌曲でした。この歌聞くと涙が出てきそうな気がします。はい、続きましては、一見簡単そうに見えて非常に
技術を必要とする演奏です。国際的なコンクールで数多く受賞してきた天狼星楽団、この日のために急遽海外から台湾に帰国しました。的确，下面介绍这个乐团，看起来道具好像很简单，不过这个乐团的比赛资历享誉国际，他们得过了无数无数个大奖。这一次为了这一场的音乐会，为了谢谢安倍昭惠女士，安倍昭惠女士她很感动，虽然音乐会才刚刚开始，她带着感恩的心来到这里，我们看她拭泪，我们也能感受到安倍在天上看到这一切，他会感到欣慰的。而接下来这个乐团正是带着感恩的心，要谢谢安倍夫人，他们特地从海外回到台湾，带来精彩的演出。我们以热烈掌声欢迎天狼星乐团所带来的口琴表演。天狼星乐团即将要开始了。这个乐团我说在国际间得到非常多的大奖，事实上要筹备这样的音乐会真的非常非常不容易。我耽误一点天狼星乐团一点时间，今天可以有这个音乐会，我相信大家会觉得时间过得非常的快。去年这个时候安倍才刚刚离开，我刚刚看到安倍夫人频频拭泪，我相信安倍夫人想念自己的夫婿。没有关系，夫婿不在了，台湾跟日本友好的关系我们永远会存在，我们爱你，我们会保护你。而在今天的晚会当中带来非常多精彩的演出，等一下副总统马上抵达现场。今天其实除了天狼星的演出之外，其实还有一个很特别的桥段，我在这个地方先跟大家预告一下，有一个七岁的孩子，为了表达他对安倍昭惠夫人的感念，他特地远从日本来到台湾，他是台湾的孩子，不过他跟爸爸妈妈在日本读书，他自己坐飞机哦，坐华航飞机，在爸爸妈妈安心之下，让他一个人搭华航的班机来到台湾，他想要对安倍昭惠女士献花跟说祝福。这个祝福的话，七岁的囡仔代表的是全台湾、日本无数个孩子对安倍夫人的敬重跟祝福。稍后他这个桥段会在今天压轴演出，当然还有更精彩的演出，是大圣贵司也来了。長く話していただきましたが、全部訳するのは無理でございます申し訳ありません。今日のですねプログラムをご紹介させていただきますけれども、ハーモニカの楽団天狼星楽団、これから演奏いたします。彼らはその高音から低音までいろんなパートを揃えてですね、非常に微妙な音も出しながら演奏していきますので、楽しみになれるかと思います。またこの後中国的な古典音楽をですね、これは五大鼓と一緒に演奏されます。そしてこの演奏の後一旦休憩を挟みます。で休憩を挟んだ後に来副総統をお迎えいたしますので、その時はちょっと時間の調整をします。休憩時間が18時25分までです。その時にはお戻りいただきたいなと思っております。是这个桥段本来是今天音乐会所没有的，
为什么呢？天狼星乐团出现了，我们热烈掌声来欢迎天狼星乐团带来精彩的演出，来掌声欢迎他们。
天狼星楽団ありがとうございました。失礼しました。もう一曲あります。はい、どうぞ。
はい、天童星楽団ありがとうございました。軽快なタンゴの曲をお届けいたしました。はい、では、演奏会最後のアーティストとなります。林慶寛さんによる、グループでの琵琶と小太鼓の演奏となります。曲名は十面埋伏でございます。的确，十面埋伏这部电影，相信大家都有看过。这是由张艺谋导演，包括章子怡、金城武所主演的大戏。十面埋伏这部电影大家印象深刻。事实上，十面埋伏的演奏曲，尤其是以琵琶听来，更是惊心动魄。这次的表演，第三位表演者林慧宽女士，她涉猎琵琶有长达30年的时间，她尝试以多元的元素，以多元的风格，她要建构一个丰富的音乐语言。事实上也证明她办到了。而今天晚上这个琵琶演奏《十面埋伏》，我们还精心策划以大小鼓的方式来合奏，请大家以热烈掌声欢迎《十面埋伏》。
非常谢谢林慧宽女士跟大小虎团体带来精彩演出《十面埋伏》，真的非常非常的精彩，谢谢你们，谢谢你们。现在时间已经进入音乐会的中场哦，我们稍微休息一下，接下来重头戏要登场了。副总统赖清德已经抵达了会场，那大家休息一下，马上抵达到我们今天的音乐会。我们下半场还有更多精彩的节目演出，不过因为距离这个洗手间可能有一点点距离，大家有一点点耐心。我们稍后回来的时候，除了副总统进场之外，还要进行的是大合照。小军，刚刚有新的消息说赖副总统是会迟到一些。哦，迟到是不是？迟到一些。那我们因为很难抓这个时间。会迟到一个小时吗？不会，那个我们先抓十分钟好不好？十分钟哈，那可以找本所嘟嘟啊好。好，厕所刚刚好，十分钟。好，那现在看一下时间，大概6:25，应该可以陆陆续续，那就35分好了，大家比较没有压力。哇，现场看到好多熟悉的朋友，我们稍后有大合照时间。好，我们休息一下，大家赶快回来现场哦。はい、皆様、演奏会お楽しみいただけたと思いますが、この後休憩に入ります。6:35に席にお戻りいただけますよう、よろしくお願いいたします。音乐会马上开始。
この大切な副总统跟安倍晋三私交甚笃，安倍过世的第一时间，赖副总统就到日本安倍的家中，向家属们表达哀悼之意。对于台湾这个长期的友人，赖副总统一直点滴在心头。那今天他特别拨空来到富士大饭店的现场，要向安倍夫人表达他由衷的敬意。副总统对于安倍对台湾长期的关心，对台湾的付出，即使在卸任之后依然对台湾发声，副总统是点滴在心头。ありがとうございます。熱烈な歓迎を皆様ありがとうございます。本日はご来場されている方が多いため、席の移動はなるべくご遠慮願います。混乱をきたす可能性がございます。メインテーブルへ来られての写真撮影もご遠慮お願いしたく思います。よろしくお願いします。现场的嘉宾除了台日长期友好关系的这些重要人士今天都出席之外，更有多位日本的友好界的人士今天也在会场当中传达对于台日友好关系要长长久久表达他们深切的一个期待。谢谢副总统，也请就座位啊。好，请就座。哎，どうぞ皆様ご着席ください。各位现场嘉宾也请就座好吗？哇，大家都非常的热情哦。我们等一下有大合照时间，没关系。どうぞご着席ください。大変失礼いたしました。情報の錯誤で本来6時35分まで、休憩の時間でございましたが、来福総統に、お越しいただきました。ありがとうございます。这边要跟副总统分享，刚刚副总统还没有来之前呢，音乐会在登场的同时，安倍昭惠夫人听着音乐会的演出，听着听着就频频拭泪了。的确，一年的时间，我相信思念从来没有间断过。我们要邀请他来为我们说几句话。はい、それでは早速ではありますが、本日のメインゲスト安倍昭恵様にお言葉をいただきたく思います。安倍昭恵様、どうぞステージまでお上がりください。我们掌声邀请，お願いします。是邀请今天晚上最重要的贵宾。安倍昭惠夫人上台为我们致辞。今日はこのような本当に素晴らしい、コンサートを開いていただきましてありがとうございます。非常感谢台湾的朋友们为我们举办如此精彩的音乐会。もうあまりにもたくさんの方たちに、歓迎していただいて、そして心に響く音楽を聴かせていただいて、もう今胸がいっぱいです。因为受到了大家的如此盛大的欢迎，也听到了动听的音乐，我现在心里呢充满了感动。今日は李登輝先生の今朝お墓参りをさせていただきました。我今天呢拜访了李登輝前总统的墓园致意。主人が大変尊敬してやまなかった李登輝先生と、きっとまあ、どこかで、今話をしているんだろうな、そして、これから日台のためにどこか遠くから、手を取り合って、力を尽くして、主人もくれるんだろうなと、そんな思いで今日はお墓参りをさせていただきました。
那么李登辉前总统是我先生非常尊敬的一位领导人。那么我相信呢，他们两位正在聊天，我相信他们两位为日台两国做出携手努力。我现在抱着这样的心态去今天去了李登辉总统的墓园。また今日は蔡英文総統にもお会いをさせていただきました。还有呢，今天蔡英文总统也接见了我。蔡英文総統と主人は昨年の3月に必ず台湾に行くという主人が約束をしていたということで実現できずに本当に残念に思います。那么去年三月，我先生跟蔡总统进行会谈的时候，我先生对蔡总统承诺一定要去台湾，那么最后呢不能够实现，然后对此感到很遗憾。一昨日台湾に着いてから高雄で銅像を見て、そしてその後台南で主人の写真展コンサート毎日のようにこうした夕食会やお昼の昼食会や多くの皆さんに歓迎していただき主人のことを語っていただき本当にありがたい気持ちでいっぱいです。那么前天呢我到了台湾，先后去了高雄，在高雄我们也访问了我先生的铜像那边，那么还有访问了台南，那么台南的话，我们参观了影像展，还有台湾朋友也为我们举办了音乐会，那么在每天每个地方都受到了非常热烈的欢迎，也出席了盛大的午宴和晚宴，受到了欢迎，那么对此呢，我再次表示感谢。今日は来世徳副総統とも懇談をさせていただき、また今日もご臨席をいただいております。还有呢，赖金德副总统今天也接见了我，然后现在赖副总统也在场。副総統には主人が亡くなってすぐに自宅の方まで駆けつけていただき、主人に最後会っていただくことができました。赖副总统呢？在我先生过世的那天，那时候第一时间赶到了我们家，他最后见了我先生一面。主人は本当に台湾のことを愛し、台湾のことを考え、台湾の皆さんと共に日本があるというふうに思っていたと思います。那么我先生呢真正的非常爱台湾，一直关心台湾，他一直相信日本与台湾同在。その主人の意思を継いで、これから私も台湾と日本の関係のために何かしら力を尽くしていきたいと思っています。我也呢愿意继承我先生的遗志，为日台的关系做出我的尽力。主人が亡くなってすぐに多くの皆様に献花をしていただいたり、記帳をしていただいたり、本当に多くの哀悼の意を表していただきました。日本人、もしかしたら日本人以上に悲しんでいただいた方もたくさんいらっしゃるのではないかと思います。皆様方のお心に対しまして、心より感謝を申し上げるとともに、またこれからも私自身も皆さんと仲良くしていただくことをお願いを申し上げまして、ご挨拶とさせていただきたいと思います。我先生呢过世之后，非常非常多的台湾朋友对他表示哀悼。那么我觉得呢，比日本人台湾人呢比日本人还悲伤。那么很多台湾人的对他的关怀，我对此表示由衷的感谢。希望呢今后也能够继续的支持我们，照顾我们。またこのような素晴らしい会を開いていただきました関係者の皆様すべてに感謝を申し上げます。本当にありがとうございました。
还有呢，为今天举办如此的精彩的盛大的晚宴的各位同事，我也再次呢表示由衷的感谢。谢谢。谢谢赵慧女士，还有谢谢翻译，谢谢赵慧女士。安倍昭恵様、ありがとうございました。どうぞご着席ください。很令人动容的一段话，在言谈当中，安倍夫人始终她的眼眶里泛着泪水。我相信对她来讲，思念之外，还有更多的感恩。接下来，我们要请副总统上台，我们说几句话。続きまして、副総統赖清徳様にお言葉をいただきます。好，谢谢，敬爱的安倍昭惠夫人、监察院陈院长、李院长，还有吴建立董事长、潘孟安前县长，还有来自日本的贵宾，包括山谷，还有北村两位参议员，山田众议员，还有在场各界的贵宾，各位好朋友，大家午安，大家好。安倍昭恵さん、山谷先生、北村先生、杉田先生、そして日本から来てくださった皆さん、さらに台湾の皆さん、こんばんは。今天我们都很真诚，而且也充满了感情，热烈欢迎安倍昭惠夫人来到台湾。今日は私たちは真心を持って。安倍昭恵さんの台湾の来訪を心から歓迎いたします。就像我们欢迎安倍首相一般。まるで安倍前首相が台湾に来たかのように。安倍昭惠夫人所到之处都受到热烈的欢迎，是因为台湾有许许多多人内心都真诚的感受到安倍前首相对台湾的关心。支持，还有对台湾的爱。昭恵さんが今回台湾の至る所で歓迎を受けたと聞きましたが、それは台湾の皆さんが安倍元首相が現役時代台湾のためにを持ってくれて台湾を支持してくれたことへの感謝の気持ちが込められているんです。我曾经在安倍前首相所写的一本书，书名叫做《迈向》。美丽之国的书本当中发现他一段话。私は安倍前首相が書いた本「美しい国へ」という本の中にですね、こういう言葉が私の心に銘じました。他说：“政治是为了未来而存在。”政治とは未来のために存在するものです。他期许自己能够倾听人民的声音。也能够勇敢地为日本发声，虽千万人无往矣，有作为的政治家。まず国民の声を聞き、そして自分の信念に基づいて前向きに努力する。圧力があってもそれに屈さずに努力し続ける。我看到这段话的时候非常钦佩，也非常感动，也无怪乎。安倍首相两次接掌内阁，带给日本革新、进步跟繁荣。この言葉を見たときに、私は深く感動をいたしました。その信念があったからこそ、安倍首相は二度も日本の首相を務めて、そして日本を率いて新しい時代を切り開いたのです。安倍前首相是日本政治史上少数受到这么高肯定的一个政治家。安倍晋三元首相は日本の政治の歴史の中において国際社会からこんなに高く評価された人はいません。包括他的安倍三支箭的财经政策，或者是改善日本国防安全的空间，到目前为止都深深影响了日本，也影响了印太区域。安倍首相が提出した経済改革の三本の矢、そして日本の安全保障の環境を改善するための努力、その気づいたものをですね、未だに
日本国日本の政治を影響しているだけではなく、国際社会にも大きく影響しています。我也曾经在一段国际新闻的报道当中读到，安倍首相他特别强调，在川普总统当选还没有就职之前，他就前往美国跟川普前总统做简报。私は最も驚いたのですね。アメリカのトランプ大統領が当選し、まだ大統領に就任していないときに、安倍首相はすぐアメリカに飛んでですね、トランプ首相と会いました。他简报的内容是中国的国防预算不断的增加，他认为中国的崛起势必会给印太跟国际带来威胁。啊，这个也安倍的这次的简报。也促成了川普前总统提出的印太安全战略。その時、私はニュースで読んだんですけども、安倍首相がトランプ大統領に対して、中国の脅威を強調しました。中国がですね、毎年のように軍事予算を増やしてですね、もうすでにアジア太平洋地域、そして国際社会にとって大きな脅威になっていると、そういうことをですね、延々と説明いたしました。そのこの説明がですね、その後トランプ政権の対アジア政策を大きく影響しています。也促成了包括美国、日本、印度还有澳洲四方会谈。日本安倍首相特别提出了属于自己的印太战略，自信、自由、开放的印太战略。そしてこの安倍首相の提案で日本、アメリカ、インド、オーストラリアという国で連携してですね、軍事的に協力的な体制を作りました。これは日本初の提案でして、それによって世界が大きく変わりました。所以目前包括拜登总统所推动的印太战略都没有超出当初安倍前首相所推动的范围。那这一个印太战略也是目前维持印太和平稳定最重要的一个战略。そして安倍首相が当時提案した戦略構想は今も大きく世界を影響しています。今アメリカのバイデン政権が推進している外交安全保障政策は全て安倍首相がの構想の中にあります。この構想によって今国際社会が大きく変わろうとしています。所以安倍前首相他不仅仅是日本杰出的政治家，也是国际级杰出的政治家，他所发挥的影响不仅仅是在日本国内，也影响到印太甚至全世界的和平跟稳定。ですから、安倍首相は日本にとって素晴らしい政治家だけじゃなくて、国を越えて台湾、インド、太平洋地域、そして世界にとっても素晴らしい政治家であります。当然、台湾人民感受最深的还是他的温暖，给予台湾的温暖。そして私たちは最も感じたのはですね、安倍首相のこうした戦略だけではなくて、そして人間として持つ人間が持つ温かみでございます。包括台南发生地震的时候、花莲发生地震的时候、都可以看得到安倍前首相直接的关心跟支持。例えば台湾で台南に地震が起きたとき、花蓮で地震が起きたとき、すぐに安倍首相がですね、台湾は大丈夫ですかと台湾に対する支援を指示しました。当台湾的凤梨受到中国抵制的时候，他会去买凤梨来吃，还会拍影片，希望日本的民众能够多多采购台湾的凤梨，他的心是这么样的温暖。そして台湾のパイナップルがですね、売れなくなった時に中国のですね。邪魔で売れなくなったときに、安倍首相が自らその台湾のパイナップルを購入してですね、自らそれを食べて、しかも映像にして自分で発信すると、そういう台湾に対する配慮、台湾を支持する心っていうのは非常に温かく感じました。当台湾面对 COVID-19 疫情缺少疫苗的时候，安倍前首相又尽他的力量，让日本政府捐赠了420万剂的疫苗给台湾。そしてコロナが起きたときにですね、台湾にワクチン危機というのが起きました。その時は安倍首相はですね、もう日本の尽力で
日本はすぐに台湾に対して合計420万回分のワクチンを寄付しました。安倍前首相对台湾、对国际社会所做的点点滴滴，不会因为这起宴席散了之后就消失了。安倍首相が台湾のために、そして国際社会のためにやってきてくれたことは、今日の宴会が終わっても永遠に消えることはありません。也不会因为您再回到日本之后就不见了。そして昭恵さんが日本に戻ってても、その台湾のみんなは皆さんの安倍さんに対する感謝の気持ちは消えることはありません。台湾社会对安倍前首相的感念会一直留在台湾社会。私たちが安倍首相に対する感謝の気持ちは多分台湾社会で永遠に残り続けるでしょう。一直到永远。永遠までにいつまでも。所以我非常希望未来安倍夫人有空能够多多到台湾来，把台湾当作你另外一个家，大家都很欢迎你。安倍把台湾看作自己的人，我们也把你当作是自己的人。そして昭恵首相が今後また時間あるときにまた台湾に来てください。安倍首相は私たち台湾人の人を身内だと思っているんです。ですから私たちも昭恵さんのことを身内だと思っています。谢谢大家，谢谢。ありがとうございます。谢谢副总统，副总统留步啊。晚宴即将开始，副总统难得拨冗来到我们现场，我们是不是要不要请安倍夫人一起来跟大家举杯致意，好不好？ではこれから乾杯の儀式をいたしたいと思います。皆様、グラスを準備ください。然后今天我们有这么好的场地，要谢谢富士大饭店的会长吴建立会长，是不是上台跟我们一起举杯？这么好的场地，一个台湾爱台湾的企业家，其实无所不在。各位在今天可以有这样子令人感到温馨的夜晚，要谢谢吴会长，也谢谢大家。この会場を提供していただきましたご県立会長にも、ステージに上がっていただきました。大家一起举杯，立住。それでは乾杯。立住，今天晚上成功。ありがとうございました。好，谢谢谢谢副总统。那我们回座准备大合照，还有安倍昭惠夫人，包括卢会长。那我们请回座。はい、席までお直りください。この後、皆さんで集合写真を撮りたいと思います。非常に技術的に難しいとは思いますが、このステージの前ですね、この柱の間のテーブルの方々はそのままで。是。その脇にいらっしゃる方々は難しいかと思いますが、ちょっと立ち上がっていただいて中心寄りに、来ていただければと思います。这个难度非常的高，我们要进行大合照，两边的所有的嘉宾我们往中间靠，后面的也往前面靠一点点好吗？我们让每一个人都能够入镜，我待会来看你们，避免只要看自己，不要不小心被前面人挡到。OK， 我们两边的嘉宾可以尽量往中间靠，没有关系。我看谁没有拍到哦，等下没有拍到了要处罚，到后面要来跟我合照。OK， 往中间靠拢。对，这边也是哈，这边嘉宾不要客气，往中间来靠拢。OK， 好。OK， 然后后面的可以往前。好，那我们要先比什么？先比个 OK。ありがとうございました。ご協力ありがとうございました。非常谢谢大家，谢谢所有摄影团队，谢谢你们辛苦了，谢谢。はい、ではこれから、お食事の用意をさせていただきます。どうぞご着席ください。哇，这个副总统可以今天拨空来到我们现场，能够跟副总统包括了安倍昭惠夫人一起合照，是千载难逢的机会。在纪念现场入境的还包括了帮我们监察院长陈菊陈院长，还有潘孟安总干事，潘孟安县长也在现场。当然，你刚刚看到跟副总统进行翻译的石柏明夫老师，石柏明夫老师是这一次活动的发起人，很辛苦了，真的谢谢他。
那副总统因为另有要事，他必须要离开现场。我们以热烈掌声来谢谢副总统。来，副总统，お時間が、短いようですが、これよりお帰りになられます。どうぞ。我们可不可以请嘉宾还是回到自己的座位，好不好？本日、安倍昭恵様の歓迎会、これの、立役者になられた方々が何名かおります、そのお一人は産経新聞社の矢板昭雄台北支局長でございます。ありがとうございます。矢板さん、ありがとうございます。是音乐会进行到现在，还有重头戏即将要进场，也请所有嘉宾我们回到我们自己的座位。晚宴要登场的同时，我相信大家肚子也饿了哈，我们是不是先坐下来？好，各位嘉宾，很多人要跟这个安倍夫人打招呼，我们让安倍夫人也坐下来休息好吗？也用一点点餐。好，请所有嘉宾回到自己的座位上，谢谢。我们知道你们都很关心安倍夫人。はい、皆さん、食事を、サーブいたします。皆様がご着席になっている方が、食事を出しやすいので、ぜひご着席ください。またメインテーブルに、来られるのはしばらくご遠慮ください。よろしくお願いします。今天晚上还有非常纪念性的礼物要送给安倍昭惠夫人。我们要请的是林聪贤医师上台准备。这个地方有两个非常有纪念意义的礼物要送给安倍夫人。首先，林医师，你知道林医师，他非常感念安倍夫人。安倍在生前，他珍惜台日友好关系，屡屡帮助台湾。林聪贤医师，他在安倍过世之后，发起了在网络上以电子挽联的方式，请海内外的观众，尤其是台湾朋友，透过了电子挽联传达对安倍的感念。而这些成千上万的电子挽联，现在要把它集成册，集成一个非常珍贵的一个书册，要送给安倍夫人。我们是不是请林医师上台，也请这个安倍夫人来上台接受这个礼物？はい、皆様、ここで記念品の贈呈をいたします。記念品は2つございまして、1つ目は医師の林重健様よりの追悼メッセージ集です。はい、これは、日本でもデジタル献花というものがございますが、台湾でも同じような形で、林様に、やっていただきました。それを本という形にいたしております。これを、安倍昭恵様に、捧げたく思います。どうぞ林重健様、どうぞ。这个是在第一时间透过了电子挽联的方式集结的成千上万台湾的观众对安倍的感念。我们把这些文字内容透过了点点滴滴把它集合成册子，在今天要把它送给安倍昭惠夫人。好，谢谢大家，谢谢。那么也谢谢林医师，也请安倍夫人留步。はい、ありがとうございました。安倍昭恵様、そのままステージで次の記念品をお受け取りください。2つ目は是艺术家徐瑞芬所赠送的词汇。徐瑞芬是嘉义人，他移民这个纽西兰有26年的时间，回到了台湾之后，将失落的瓷器彩绘的技术传承下去，非常了不起的一位艺术家。はい、ジョ・ズイフン様より直絵付けを贈呈させていただきます。台湾嘉義県の生まれの彼女はニュージーランドで26年世界各地で学んできました。今は素晴らしい芸術家となっております。 OK、 谢谢。ありがとうございました。素晴らしい記念品をいただきました。安倍昭恵様、どうぞお席までお戻りください。谢谢徐瑞芬艺术家。皆さん、どうぞ、たくさん、人数が今日は多いので、
混乱をきたすといけませんのでメインテーブルに来られるのはしばらくご遠慮お願いいたします。接下来是一个非常感人温馨的时刻，一个远从日本的七岁的小孩，为了表达他的祝福，他搭着飞机来到了台湾。他虽然只有七岁，但他要透过他的祝福要传达台湾的小朋友对安倍昭惠夫人的祝福之意。はい、実は日本から、わざわざ一人で飛行機に乗って7歳の子ですね、その子が花束をどうしても安倍昭恵様にお届けしたいということで来られました。どうぞ花束を贈呈してください。他是彭兆廷，一个旅日的台湾家庭的七岁孩子。デイ君の挨拶、明けおばあちゃんこんにちは。わざわざ台湾に来てありがとうございます。僕も大変嬉しかったです。これからも時々来てくださいね。ではいつまでもお元気でね。哇，热烈掌声，谢谢，谢谢彭兆廷小朋友，真的太可爱了。はい、可愛いながらもしっかりした言葉でメッセージを伝えていました。是、七歳孩子、他表达能力、他一点都不紧张。对，比我讲得很好。其实 ，Coach 桑他的中文也说得非常的好。需要很多训练。在我们看七岁的小朋友，他传达出台湾人对于安倍夫人的祝福。那紧接着，其实又是一个音乐响宴的另外一个重头戏哦。我相信在去年的这个时候，安倍晋三因为身亡之后，台湾的友人很快的时间，我们在国际会议中心办了音乐会，很快的时间，一年的时候的今天，一年已经到了。我们同样以音乐、以歌声、以不同的乐器，来自于台湾。还有日本的歌手共同以歌声的方式来怀念台湾这个长期的友人。接下来我们要邀请来自于日本的视障歌手大山贵司为我们带来精彩的演出，对不对？是，今これから日本から、来られましたシンガーソングライター大山啓司様に、2曲を歌っていただきます。大山啓司様、ステージに上がられました。ゆっくりゆっくりお時間かけてどうぞ。はい、これから、歌の披露がございます。皆様ご着席お願いいたします。はい、食事をしながらの、曲の鑑賞となりますが、皆様ご着席よろしくお願いします。メインテーブルまで来られるのはしばらくご遠慮お願いいたします。今天晚上大山贵司为我们带来两首精彩的演出，第一首歌相信现场的嘉宾你们都不感到陌生，花正在开。第二首是古老的大钟。现场嘉宾，我们回到我们的座位上，好好的欣赏大山贵司为我们带来的精彩演出，是不是以热烈掌声欢迎大山贵司。欧西桃山，欧西方安倍，大家好，大家好。真っ白な
雪道に春風香る私は懐かしいあの街を思い出す叶えたい夢もあった変わりたい自分もいた今はただ懐かしいあの人を思い出す誰かの歌が聞こえる誰かを励ましてる誰かの笑顔が見える悲しみの向こう懐かしいあの日々を思い出す傷ついて傷つけて報われず泣いたりして今はただ愛しいあの日々を思い出す誰かの思いが見える誰かと結ばれてる誰かの未来が見える悲しみの向こう店先に並んだいろんな花を見ていた人それぞれ好みがあるけどどれもみんな綺麗だね
この中で誰が一番だなんて争うこともしないでバケツの中誇らしげにちゃんと胸を張っているそれなのに僕ら人間はどうしてこう比べたがる一人一人違うのにその中で一番になりたがるそうさ僕らは世界に一つだけの花一人一人違う種を持つその花を咲かせることだけに一生懸命になればいい小さい花や大きな花一つとして同じものはないからナンバーワンにならなくてもいいもっともっと特別なオンリーワンララ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 ラせてあげたい泣きなさい笑いなさいいつの日かいつの日か花を咲かそうよ花は花として笑いもできる人は人として涙も流すそれが自然な歌なのさいつの日か心の中に花を咲かそうよ泣きなさい笑いなさいいついつまでもいついつまでも花をつかもうよいついつまでもいついつまでも花をつかもうよ这个石板老师
请这个大山贵司先生帮我们多演奏几首安倍之间的因缘歌曲。石板老师帮我们介绍一下好吗？石板老师要给他一个热烈的掌声，因为他是这一次活动的一个主要的发起人。啊，大家好，我现在想再介绍一下这个大山先生。大山先生是日本的一个盲人的歌手，他是非常上次去年安倍过世以后，他一个人背着吉他来到台湾，没有任何认识任何人，在旅馆里隔离个14天以后上的舞台演唱。那么这一次他又唱了很多歌，那么我现在想唱一首是跟安倍首相非常有关系的安倍总理应援歌。这首歌为什么会有这首歌呢？是因为大山他有很多盲学校的朋友，当疫情开始之后，很多人的工作都丢掉了，大家很困难的时候呢，安倍首相制定了全国每家发口罩的政策，所以大家都有工作了，大家都很感激安倍首相。但是日本的媒体一直批评，所以他呢很生气，所以呢就写了一首支持安倍首相的歌，支持安倍内阁。那么我们今天到的这个山谷这个参议院议员、北村参议院议员、山田参议员都是安倍内阁的成员，所以说呢这首歌我想他们听来一定有很大的感想。翻译一下，来翻译一下。哎呀，ちょっと日本語で説明します。すみません。あの今日はですね、大山さんは熊本からわざわざ来ました。で、大山さんは安倍首相の大ファンでして、なぜかというと、あのまあコロナが起きた時に。大山さんの盲学校の友達がですね、たくさん仕事がなくなったと。その時に安倍首相が一つの家庭に2枚のマスクを配るという政策を出したんですね。それによって盲学校の友達はみんな仕事ができたんですよ。で、それで生活できるようになったと。で、みんなは非常に安倍首相に感謝してました。でも日本のマスコミは安倍のマスクって結構批判をしてたんですね。で悔しくて安倍首相応援歌という歌を作ったんですね。作曲作詞を全部大山さんがやりました。で、まあ、山谷先生も北村先生も杉田先生も、まあ、安倍内閣と関係ありますから、この歌をぜひお聴きください。安倍首相応援歌です。是热烈掌声来欢迎。日本の柱の頼もしさ、力を合わせて乗り越えるんだ。それ行け、それ行け、安倍晋三内閣。金がワクワク、夢が淡く、人が集えば街は活性化。外部の指図をもろともせずに、それ行け、それ行け、安倍晋三内閣。世界またに走り続ける、その背中に背負うもの、我らの未来と希望の光。それ行け、それ行け、安倍晋三内閣。世界大和の魅力を伝えて、みんなでおもてなし、喜ぶ笑顔に胸が打たれる。それ行け、それ行け、安倍晋三内閣。
ボタン。台湾有事は日本の有事。アジアの自由を守るため。戦う男気模倣とすべき。それ行け、それ行け。安倍晋三内閣。我らの誇り。安倍晋三内閣。哦，感觉真好听哦，安倍晋三的应援歌好听对不？啊，那没人喊 uncle 呢？素晴らしいな。アンコール、アンコール、アルコールもいいけどアンコール。那个观众朋友报告啊，你想，我们来自于日本的这个歌手大山贵司，现在做不了了不起吼，伊为着要来台湾，伊两个月进行开始练习《望春风》。春を待ち望むという台湾の名曲がございますが。何しろ大山さんは2ヶ月で台湾語で歌えるようになりました。私が16年かかっても台湾語覚えられないのに2ヶ月で歌が歌える素晴らしい大山さん。看不到怎么练习呢？当然2个月来反反复复用听的。我们以热烈掌声再一次掌声欢迎大山贵司为我们带来的《望春风》。注定的春风吹冰吹擦起飞飞啊飞走开输掉笑脸开过两片皮皮马背想卡兰做的修北门一啊起啊拍摄来台一杯，秋梅龙君团安塞，伊爱在心内。等待何时来台，春土春春花，也是花比乌兰来，花开不卡花麦。水公我阿台我红平在归流我过水公我阿台我红平在。哇，真的是天才，叫你練習兩個月。素晴らしい、九州の、大山啓司様シンガーソングライター、素晴らしい曲、台湾での台湾語での曲も素晴らしいです。ありがとうございます。哇，安倍夫人上来要表达最终的谢意。今安倍昭恵様がステージまで上がってこられました。ありがとうございます。安倍夫人又哭了。ありがとうございます。ありがとうございます。可是石板老师，我想请问一下，大山贵司还会唱很多首歌，我们是不是很想再 encore 一首？石板老师在哪里？可以帮我 Q 吗？下一首可以 Q 他唱什么？太精彩了，石板老师。那个
大山准备的歌已经唱的差不多了，但是好在他记得很多歌。那么他再唱一首日本这个平井坚的古老的大钟，我想大家应该听说过。はい、じゃあ次あのもう一曲お願いします。ああ。大山圭司先生 ，Koji-san， 我想要请问这个大山圭司刚刚的榜存后，能够为安诺连呢？哈，ありがとうございました。あの、こちらの美しいですね、あのリアオさんが、質問があるそうです。はい。で、この質問が、Wendy、我可以翻译吗？是是是。那、この台湾語で春を待ち望むという曲を歌われましたが。はい。この台湾語をその短期間で覚える秘訣とは何でしょう。もうズバリもう根性ですね。それこそ、できない理由を考えるんじゃなくてどうやったらできるかっていうのをですね突き詰めていくことだと思います。他说不要借口，只要行动就可以。只要行动就可以两个月念望春风哦，哇！
有决心有毅力就会成功。那我想问他，他现在还有下一首目标要练的吗？さすが成功される方は違いますねと。それで次の目標は何でしょうか？次の目標はズバリそうですね。じゃあ頑張って紅白歌合戦出ることです。哦，他在红白出演那个年底的日本的节目嘛，有一个红白歌是歌唱是。那有台语的，现在还有什么台湾的歌曲他正在练习的吗？有没有？その紅白に出るための歌は何を歌われますか？そうですね。まあそれもちろんオリジナル曲の本当の勝利という歌を歌います。哦，その時は。他有一个自己的歌曲叫《真正的胜利》。哦，真正胜利自己作词作曲是不是？OK， 我们掌声谢谢大山贵司，也希望好翻译一下，告诉他，我们希望他很快的时间他可以来到台湾。大山さん、本当に今日は、何度も何度もアルコールし、アルコールじゃないです、アンコールを、いたしました。ありがとうございました。ありがとうございました。またすぐ台湾に戻ってきてください。ありがとうございます。ありがとうございました。谢谢、ありがとうございます。谢谢，热烈掌声！再一次谢谢大山贵司千里迢迢从日本来到台湾，谢谢谢谢大山贵司。今天的音乐会，其实要谢谢非常多人的付出。我们要先谢谢这一次活动的倡议者，因为他可以结合海内外、国内。大家有钱出钱，有力出力，成就了今天晚上的音乐会，甚至在过去南北两地，从7月15号到8月13号的影像展，他都是很关键性的人物。本日の音楽晩餐会、これを開催するために努力された方がたくさんおります。またその中でも、リーダーとなってですね、いろんな指示を出してきていただいた、方がおります。そしてこの撮影、記念写真展ですね、こちらの方にも、たくさん力を入れていただきました。是、三位幕后的主要的推手。第一位我们要为你介绍，刚刚特别提到这次活动的主要的倡议者，他是日本产经新闻的台北支局长石坂明夫老师。石坂老师你在哪里，请上台。ではこの3名をご紹介したいと思います。はい、まずは産経新聞台北支局長の矢板明夫様ありがとうございます。还有第二位在整个活动的总策划秋桂老师，老师你在哪里？秋桂老师、はい、イベントのプロデューサーの秋桂さん。秋桂さんどちらですか？秋桂さん请上台。久木さん、还有さんもステージに上がってください。以及富士大饭店的吴建立当会长。吴建立会长你在哪里？会长请上台好吗？それから呉会長、会場を提供していただきまして、いろんな、リソースを提供していただきました。呉会長もステージまでお上がりください。没有回定站在舞台就困难了。我跟他说很久，他说不啦，我不要去啦，我不要恭维啦，我连上台都不行，跟他说很久呢。秋桂老师还在忙哦，我们是不是举杯谢谢大家，一起谢谢石坂老师还有吴建立会长。感謝の意を込めて、はい、皆さん乾杯ありがとうございます。谢谢会长，谢谢石坂老师，谢谢目前为止还在台下忙的秋桂老师，他的总策划让每一次音乐会都可以成功的演出。这是一场令人感到温馨又有一点点伤感的音乐会，在你们用餐的同时，跟大家分享，一年的时间好快了，安倍离开我们已经一年了，尽管如此，安倍留给台湾人满满温暖的回忆，一直到现在，点点滴滴都烙印在我们的心中。音楽界も非常に感動できたかと思います。この1年、振り返ってまたいろんなこともありました。ただ、このイベントが、今日はこのイベントでこの形で、進めておりますけれども、この気持ちはですね、もう、永続的に台湾と日本のその友好を続けていくという、その気持ちはずっと大事にしていきたいと思います。
印尼肉，今天我们依然感念安倍对台日情谊屡屡帮助台湾的心，安倍未能完成的事我们继续帮他完成，也希望台日情谊长长久久可以继续维持下去。はい、これは安倍元首相 の願いであったかと思います。先ほど安倍昭恵様からもお言葉がありました、この台湾と日本この関係を大事にしていきたいと思います。大家一起加油，有心就有力，我们不放弃。谢谢今天各位嘉宾您的莅临，谢谢你们，谢谢。では本日の司会はこれまでとさせていただきます。どうぞ食事をそのままお楽しみください。どうもありがとうございました。谢谢大家，谢谢。大切な友人に会った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 人に